はい、田中球児です。皆さん、コットモバイルの武器紹介動画、特にね、弱い武器を紹介する動画でよくこんなコメントが書かれていませんか？〇〇は雑魚武器じゃない、お前が下手、お前の立ち回りが悪いだけ、普通に立ち回れば強い、こういうねコメントがよく書かれています。じゃあね、今回はね、本当に武器はどんな武器でも立ち回れば強いのかっていう観点でね、いろいろ話していきたいと思います。ではどうぞ。で、最初にね、ぶっちゃけます。強武器と、雑魚武器の、差は立ち回りではどうしようもないことが多いと俺は思ってます。だってさ、冷静に考えてほしいんだけどさ、HG40 の得意なレンジって何ですかって聞かれたら、俺はみんな中距離だって答えると思うんだよ。まあ中近距離ぐらいかな。で、 MSMC の得意なレンジは皆さん何ですかって聞かれたら近距離って答えるでしょ。で、 HG40 の得意な中距離で MSMC とね、 HG40 が打ち合った場合、どっちが勝つと思う？みんな、俺はやっぱね、 MSMC ってみんな答えると思うんだよ。もうこれが答えなんですよね。まあ強武器 MSMC はまあちょっと遠距離はちょっと苦手だけど、まあ、あらゆるね遠距離を除いた距離で打ち勝てるし、逆に HG40 はね、自分の得意な中距離でさえもやっぱ強武器にはやられちゃうって、そういうね悲しい差がを背負ってるんですよね。まあ、だから俺は立ち回りではそれはねどうしようもないと思うんだよね。立ち回りって要は、自分の使ってる武器の得意なレンジで打ち合うことだと思うんだよ俺はね。で、その得意なレンジですら HG40 は負けてることが、多いんだよね。まあそんな武器じゃちょっとあれだよね、立ち回りって言ってもめっちゃいんな、ここ限界あると思うんだよな。だってランクマッチやってれば、まあ、大体そう思わない？ランクマッチね、立ち回りで本当にね、そのどんな武器でもできるんだったらみんなね、いろんな武器使ってるはずなんですよ。でも現実は違うじゃん。なんか本当 MSMC とか DL とかアーティックだらけじゃん、ランクマッチ。もう正直さ、通常マッチの方が、おい、ダークマと思ってる、珍しい。通常マッチもさ、UTS36 とかさ、ICR、あ、ICR ちょっと持ってる人少ないけど、MSMC は持ってる人多いでしょ。まあそういうことなんですよね。結局みんな、うすうす気づいてるんですよ。もう武器で、どうしようもないことはあると。まあ、だからみんなあれ使ってるんですよ。それでも ICR 久しぶり見たな、本当に。俺、あの武器紹介動画以外使ってないからね、ICR ちょっと微妙武器じゃない、あいつも。まあ、正直武器が、まあ、限界はあると考えてます、立ち回りではね。まあ、多分違う考えの人もいると思うんだけど、まあそういう人たちはよくあれかな、エイムとか言うかな、エイムで覆するみたいな、そういう武器さみたいな、まあ、ちょっとその反論は俺微妙かなと思うんだよね。エイムってさ、属人性強くない？まあそれはね、神エイムの HG40 だったらクソエイムの MSMC に勝てると思うんだけど、でもさ、同じ神エイムの、同士の対決だったらさ、負けるくない？神エイムの HG40 と神エイムの MSMC 戦ったら、それは神エイムの MSMC が勝つよね。まあ、基本的に比較とかさ、そういうのって同条件でやるべきもんじゃない？多分理系の人は多分ね、納得してくれると思うんだけど、ちなみに俺は理系でも文系でもないです。はい、で、それは置いといて、まあ多分理系の人は納得してもらったと思うんだけど、まあ基本的にそういうね、比較的なものは俺は同条件ですべきだと俺は考えてんだよね。だからあんまその反論は微妙じゃねっていう、まあそれは神エイムだったら勝てるようなぐらい、うん。まあ、だから俺はまああれっすね、まあそんなね、基本的に弱い武器はまあ仕方ない、負けてもと考えてます。はい、でもこれほんとさ、 FPS でよく言われてるよね。よく本当、どのゲームで言われてるの？ BF でも、COD でも、Siege でも、まあ、FPS じゃなくても、フォートナイトでも、PUBG でも言われてるよね、マジで。いや、武器じゃない、その人だみたいな。なわけねえだろっていう。なわけないっていう。戦闘力は武器かけるその人の実力だって、逆に武器の力は軽んじてるよね。まあでも、このゲームは言うて、武器差は、まあでもこのゲーム、武器差結構あると思うよ、俺は。MSMC に勝てねえもん、マジで。あの近距離 MSMC 以外の武器、まあ DL とかアーティックでめっちゃ上手い人がいたら勝てるぐらいかな。やっぱね、環境となるね、武器があるんで、 MSMC とは基本となる。でそれに勝てない銃ってさ、どうしてもあるよね。だって HG40 とかさ、あれで多分 MSMC があれで
もう暴れまくってるから全然疲れてないしね。もうちょっと例えばね、中距離メインの環境だと疲れるかもしれないけど、じゃないしね。今ねすごい待ち方してるね、この人ね。この待ち方初めて。あーでもここそあれなんだな、壁の後ろで待ってる人がよくいるけど、そこの立って待ってる人初めて見たわあれ結構珍しい待ち方じゃない。あのね、ランクマッチで HG40 縛りをやればね、本当にわかるよ、マジで。動画でもね、やったけど、動画だとめっちゃね、カットされてるんですよ。動画の5倍負けてて、あのね、いつもね、うまいレジェンドのやつがいるんだけど、もうそのレジェンドのやつが、もういいんじゃないですか、HG40 縛り。もうやめましょうよ、マジしんどいっすっていうぐらいね、きつかったんだよ。だって MSMC にはね、もう絶対打ち勝てないと思った、マジで、あの縛りは。もうね、覗く前にや MSMC にやられるな、はみたいな、おかしくねみたいな感じで。あ、だから、ほんとあの時にね、わかるよ、ほんとに。あ、武器差って、どうしようもないんだな、っていう感じが。うん。まあね、このことを言ってる人、まあ武器は立ち回り次第だって言ってる人は、多分ね、好きな武器で勝つ系の人が多いと思うんだよね。あ、ちなみに俺も好きな武器で勝ってんだよね。俺は強い武器は好きだから。まあ基本的に、もう、俺の使ってる武器イコールね、まあ好きな武器なんだけど、まあそれは置いといてね、多分その人が言ってんじゃないかなって。まあそれはムカつくよな。自分の好きな武器をね、まあ強武器だからって理由でね、使ってるやつにね、なんかネタにされてる、まあ気持ちはわからんでもない。基本的に人間って、好きなものを揶揄されるとイラつくから、ね、好きなものと自分を同質化してるんですよ。だから、え、固まったんだけど、え、あ、大丈夫か。自分が HG40 とか、自分が M4 LMG になった人が多分怒ってんだと思う。最近通知めっちゃ来るんだよ。多分その人が怒ってんだと思う。うん、まあだって俺もね、好きな漫画とかアニメとか批判されたら、俺あんま好きな漫画とかアニメ批判されたら怒んないんだよね。でも俺ヨン様ね、ヨン様バカにしてるやつは俺ちょっとイラだった。ヨン様ってめっちゃすげえやつで、俺ウィキペディアで調べたんだけど、あの人社長やってるんだよね今。あいつ男の中の男なんですよ、ヨン様って。だから俺ヨン様のあのウィキペディア見て以来ファンになっちゃって、ペヨンジュンだっけ名前。俺ヨン様をバカにすると確かにイラってくるから、俺がね、ヨン様をバカにされてる時の気持ちがあれなんだよね。 HG40 の好きな人が HG40 をバカにされてる気持ちなんだよね多分。まあ、そう考えるとやめましょうってなるんだけど、まあはい、まあ、そんなもんですね、はい。やめることは絶対明言しない男。明言するとあれだからな、動画で。だってさ、俺がいきなりさ HG40 すごいですねって言ったらさ、バカにしてんじゃねえかなと思わない、みんな。だって俺ね、褒めたらバカにしてんのかお前ってキレられたことあるからな、クソ理不尽だなと思った。あとね、俺ね、初心者の人ね、勝負機使った方がいいと思う。弱い武器使わない方がいいと思う。なんでかっていうと、ゲームつまんなくなるし、あとね、上手くなるって観点からもあれなんだよね、弱い武器使うと結構微妙な行為なんだよね。あの、正しい引く判断っていうの、正しい攻める判断がね、できなくなっちゃうんだよ。強い武器って、まあ、ここは絶対いけるってとこをね、突っ込めたりするんだけど、弱い武器ってそれ突っ込めねえじゃん。ってなると、結構ね、守り気味の立ち回りになっちゃうんだよね。まあ、サーチ&デストロイのね、守り側とかはいいんだけど、あの、攻め側じゃそうはいかないじゃん。やっぱ攻めなきゃいけないとこはね、攻めなきゃいけないし、ドミネーションとかさ、もう特にそうで、ここ絶対勝てるってなったら行かなきゃいけないじゃん。まあ、そういう判断がね、まあ、培われなくなっちゃうんですよ。まあ、だから俺は、まあ、初心者の人はむしろ強武器をね、使った方がいいかなっていう。まあ、逆のこと言う人いるけどね、初心者は強武器使うと、なんかその、甘えちゃうみたいなね、別に甘えていいと思う。だって、あの、ランクマッチとかみんな、そういう、その観点に行くと、まあ、強武器使ってる甘えてる人しかいないからね。俺もランクマッチだと基本タイプ25か、まあ、MSMC かな。で、たまに、まあ、DL とかアーティックとか使うからね。うん。まあ、強武器がね、何かね、その、わかんない人は、俺はそのゲームのランクマッチ、このゲームはランクマッチあるから、行きゃいいと思うんだよね。それで強武器は大体わかるって感じだね。うん。まあ、だってほんと、タイプ25と MSMC とかアーティックと DS2 位も、たまに S36 見るぐらいかな。S36 はね、キッドハウスでは見るんだけどね。あんま普通常マップだとそんな見ねえんだよな。覗き込み速度がちょっと致命的に遅いかな、LMG は。そうなるとやっぱ MSMC になっちゃうんだよね。 MSMC おかしいからね、覗き込み速度速くてさ、あのキルタイムも速い、要は敵を倒すのも速いってなったら、それは誰も使うよね。強えよ、それ勝てねえわ。だって理論上ってさ、あれだよ、あれかあれだよ確か MSMC が、覗いて
前段でその撃って敵倒したらあれなんだよね、エレメンテに覗ききれないはずだよ確か。あのクイックとかつけたらちょっと変わるけど、それつけてね、何もつけてない LMG だと本当に多分覗く前にプシャプシャプシャってやれると思う確か MSMC ね。それぐらいねあれなんだよな、武器差結構あるんだよね。うん、まあ、シーズン3で変わるかどうかって感じだけどね。でもシーズン3で変わったとしても俺は強武器とその雑魚武器の差は絶対立ち回りじゃ埋められないと思ってるわ。うん、頑張ってもね、まあ同じ条件でやったら絶対強武器は勝ちます、うん、ということで、ね、今回ね強武器と、ね、雑魚武器のね、差立ち回りで変えられるかみたいな話をしましたが、自分の決断はこうすけど、まあ、いろんな意見があっていいと思うんで、違う意見の人はねぜひコメント欄に書いてください、はい、一見しますい。じゃあお疲れ様でした。おつ